今日のメンバーです。終点の美女台駅にある大きな巻き上げ機械で完全自動運転されています。あとしばらくで美女台駅に到着いたします。駅前からは公園で行きます。ケーブルカー到着の際少々揺れますので、手すり、釣り革などをお伝えいただきますようお願いします。上の方紅葉してますよね。周辺には遊歩道があります。結構かな。あ、でも大竹さん知ってたんですか。枯れてたっすね。本当。いやガスってますな。広いですね。チングルマすごいです。あんのかな。何が決まってる、そういうのが。いや、ないっすよ。ないのかな。無線、アマチュア無線とかだとそのオーブン対話表。でもアマチュア無線でそんな今出ないですよ、試験で。空が青白くなった、オレンジ色になってきましたね。あれ六本だから、そのあの新岩のあたりで降りた。そこを登るって、それだな。手前側の上ですね。はい、この設計を行きます。結構かなり急やね。クレバスが下がえぐれてますね。え、どれ登るって それだよ。あ、これ設計歩き、滑る滑る滑る、カチンカチンです。ねえ、たっちゃん。ええ。このヘッドライトどうですか。あの、いや、これ高いんですよ。世界のパナソニック。うん、でもダメ、使えない。使えない世界のパナソニック。振動でね、振動で消えるんですよ。いやー、綺麗だ。最後か。はい。後ろ。はい。行くよ。はい。はい、じゃあ行きます。木登りルート。木登りルート。そのうちは出てきます。木登りルートずっと続いております。これが源次郎の狩猟をね、なんかちょっと安定したところで一回来ていて、携帯の方はでしょ、やっぱこれっしょ。ザック邪魔。マジでザック邪魔。別にこの雄大な景色の中で。いやいや、受け先来てる。うん、来てます。いや、気持ちいい。綺麗に
登山道って見えるもんなんだな。あ、僕が先行って、うん、もちろんそれカメラ構えながら撮影しながら来るよね。いや、あのできるだけそうしたいですけど。いや、いいです。そっか、繋がってる。たくさん登るのって言ったら。こっちにもあるよ。いや、楽しい。あれが鹿島槍？多分あれ鹿島槍じゃない。あの右側の小、ね、あの屋根光ってるやつ、あれ冷たい池じゃない？あの小屋。この小屋。あそこ冷たいやったっけ？種池？違う、冷たいね。いやー、こんなに見えるとは思わんかったな。いやー、嬉しいな。まあ、行くしかないって感じだ。はい。剣沢のキャンプ場が見えますね。余裕ですね、たったん。はい。いい感じ。はい。すごいな。これが八つ峰。あれがね、三方、四方、五方だよね。あれが六方。で、六方と五方の間から五六残る。これが五六残る。六方のところが、六方がね、右から順番に A フェース、B フェース、G、D フェース、あ、A、B、C、D の A フェース、B フェース、C フェース、D フェース、ね。こっち。そう、それ、あれ、ちょっとここ見にくいけど、ここからもう少し、多分上まで行ったよ。はい、剣の本邦が出てまいりましたね。見えるとこまでやってまいりました。え、あ、そうそこ行っそうか、2方ってそんな近くなかったっけ。2方近い。2方それ、多分ふっ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 。おぉ、ヒッホー。え、どこ一方？あ、もっと向こう。もう 50m 向こうが一方じゃない。おぉ、雷鳥や、雷鳥。慎重に慎重に。いたんですか？危ねえな。なんかガサガサ音がする、ライチョウが。多分ね、ここにあんまり違ってました。ああ、そこが一方？これ多分一方だと思う。で、あれが二方か。うん、あれ多分次は二方。で、本方。はい、ここ源次郎ね、一方です。さわちゃんに一方入れとかなあかんってやつだ。ああ。一方は登場しました。ちゃんと一方入れないと。なるほど。ここ降りるわけですか。そこ登って、向こうが。そこを登って。向こうはラペルでしょ。向こうを懸垂囲うと。これが、あ、これ右の方に詰めていくね、うん、でこれ左の方に詰めるルートもあるんだけど、うん、あ、発送地は左詰めなんかな。あ、これがその柴崎義太郎さんたちが、ね、陸地測量部が登ったという設計ですか。長寿王端はそのままずっと上まで詰めていって、あの一番へこんでるところじゃなくて、うん、もうちょっと向こう側のところに出るんね。あ、違うか、あれか、あれじゃないな。もうちょっと見てください。なるほど。あのギザギザのやつが北方稜線で、北方稜線を通って剣の山頂。ああ。北方稜線のターンってのはやらしいかな。ああ、なんか道がありますね、あそこに。上の方もね。あるね。はい。まあ楽勝だよ。なんて言ってたら痛めなわけね、大体。
もうすぐ2本。まあラベルしちゃおうぜ。あ、ちょっと待ってんの、槍。あ、槍だ。あ、槍見えた。槍っぽいね、あれ。あ、ここ富士山ちょうどいい感じ。富士山も。一歩。俺ら一歩何時だったっけ？30分前ぐらい？かな。30分ぐらいしか差ついてないんですか？ここ2本、はい、剣山頂、あそこに人が歩いてるのが見えますね。本邦だいぶ近づいたね。うん、まあ、2本頂上。いやー、もうあと2時間かかんないじゃないですか。12時前までには登りたい。すごい鎖があります。覗いていきたい。あ、ここね。おお、これは無理やね。ここ懸垂でおります。どんなクライムダウンしよう。これ30で効いてんの。どんどん好きだからね。あれ補助取ってくの。あ、俺がバックアップ取りますけど、あとは取らなくてもいいです。先頭だけ取ってくる。さあ、ここから30mの懸垂です。 30m です。どこで取るの。俺は、いや、俺は下から取りま、ビレーループから取るんですけど、いろんなやり方があるんですけど、超一般で。もう設置とこ怖いから。これかけとけば、まあ落ちても大丈夫。もうつけとけよ。はい、これでもう落ちても大丈夫。大丈夫、全然問題ないです。全然問題ない。うん、っていうか僕スリング1本しかないですよ。それそれ。ああ。まあたくさんだからいいですよ。まあでも補助なしで行けばいいし。ああ。なし。いや、俺がこういうカラビンってフリークライミングにはいいけど、アルパインとかには向かんよね。手袋履いてたらまず操作できんでしょ、あれ。冬は。よっしゃ、あ、待って、僕の足が。立ってる？はい。あと大丈夫、いいんだ。こんな先行ってます。多分ギリギリ足りてそう。つうかね、これクライムダウンは無理だわ。止められるよ、普通に。送らなければ。うん、こっち側でテンションが上げれば止まります。うん。あの岩角心配だな、ロープ。ああ。ジュンジュンさん、この岩角にロープかかってっけど大丈夫？大丈夫。動かなければ。うん。まあね。そう、これさ、ええ、下、全然下から片方引っ張ってさ、これ動くか？動かないね。動かないよ。え？いや大丈夫よ。
まっすぐ？まあ、ひたすらまっすぐだよ。うん。あんまりそこ干渉してからあんまり左右振らない。あ、そうか。え？あー、そうね。微妙に左、了解。降りちゃまずいっす、うん、ここで終わり？もっと下か。もう一個下の方だったらそっからね、うん、ロープが片方だけ短いんで、すっぽ抜けるんですけど。ははは。はい、この下まで。で、途中で一本ね、短いので。多分、すっぽ抜けないと思うけど、一応注意して。もうすぐ山頂なのでしょうか。山頂や。え、本当？やった！やった！ほら、見て。ほら、いやほー感動もなくついてしまった。おぉ何の感動もなかったぞ。おぉ、日本海見える。あぁ、ついた。はい、三角点。はい、三角点。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや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 、やっと着きました。すごい。あ、海が見える。すごい。11時ってことは、何時でだっけ？ 5 時半？ 5 時？いつでも準備 OK です。ちょっと気合いるな、これ。
絶対落ちないでくださいよ。ちょっと怖い。夏は縦取りがいい。あ、縦取り、うん、ちょっと待ってよ。一瞬、一瞬だからな。はい、下まで入る。これまで入る。うん、入ってる。遅かった。3、2、1。はい、下山です。